噂されちゃう。ずっと入れ墨入れてるんだよって。絶対このタトゥー見せない人は隣の人、お住まいの隣の人ですか？厳しいですか？厳しいです。噂されちゃう。ずっと入れ墨入れてるんだよって。夏に長袖を着てるだけで、あの人きっと入れ墨入れてるから長袖着てるんだよって噂されちゃう。いるね、そういうタイプの人ね。そうそう、いるいる。子供は何人ですか？子供一人です。何歳今？23歳です。子供知ってる？タトゥー入れてる？内緒。内緒？内緒。教えない。子供がもっと若い頃に入れたいって言った時があって、その時に反対しちゃったから。ああ、ママダメって言われた。でも内緒で入れてる。いいな、ママね。時代変わってるね。昔ね、あの子供がママ教えない。そう、今ねママが子供に教えないですから。すごいかっこいい。ありがとう。かっこいい。皆さんもマサルタトゥースタジオでタトゥーを入れてみませんか？ご連絡をお待ちしております。